やっぱり早くバスケットがしたいなっていう思いが強いんですけど、でもやっぱ周りの人もなかなかできてない状況なので、我慢してその体の部分っていうかトレーニングで自分自身を高めることができたらなと思って過ごしてます。目標に佐世保入れる出子身が多のいと、バスケットボ新ール、型コロナウイ永ル田ス萌選手です。の影響で、永田選手は3月に卒業した東京医療保健大学で5人制の大学ナンバーワンを決めるインカレの3連覇に貢献。2年連続で最優秀選手にも選ばれました。一方、去年は3人制バスケ 3x3 の日本代表として23歳以下のワールドカップで世界一メンバーになりました。そんな彼女が満を持して実業団リーグのトヨタ自動車に入団した矢先、新型コロナの影響でリーグは打ち切りとなりました。先が見えない中、永田選手にとって3人制の日本代表としての活動は大きなモチベーションとなっています。あと1年後のオリンピックを見据えて、しっかり準備していきたいなっていうふうに今思ってます。私は結構プラスに捉えてて、1年間準備して、少しでもレベルアップして大会に、メンバーにまずは選んでもらえたらなっていうふうに結構プラスに考えています。スポーツに打ち込めずにいる長崎の後輩たちに永田選手はメッセージを送ります。一人一人が今感染予防などでできることをやって、少しでも早く収束に向かうようにしていくのと、私はバスケットを頑張ることで皆さんに少しでも明るいニュースとか感動とか勇気を与えられる存在になれるように頑張っていきます。コロナ収束後、永田選手が輝く姿に注目です。